はいどうも、皆さんこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけれども、ちょっとね、ラブライブフェスに関しての、まあ、ちょっと雑談動画という形で、お送りしていきますけれども、まあ、ちょっとね、気になった、まあ、記事じゃないんですけど、ちょっとサイトを見つけまして、それがこちらですね、ちょっとね、まあ、ページの、まあ、表部分出てると思いますけれども、こちらですね、ラブライブシリーズ、9周年アニバーサリーラブライブフェスト、オフィシャルティケット&ホテルパッケージということで、簡単に言えば、これまあ、しかも英語で書いてあるということなんで、外国人向けの、ラブライブフェスの、ホテルパッケージとあとチケットがついたツアー、オフィシャルツアーですよ。っていう、まあ、案内なんですよね。まあ、これ英語以外にもですね、韓国語だったり、あと中国語、広東語等もありましたので、まあ、いろんなね、まあ、主にアジア系で、まあ、また、アジア系のちょっとそういう言葉がわからない人向けに、まあ、英語と。まあ、これね、毎回フォースライブの時から確かこれ始まったのかな？確か、フォース、フィフス、外国人向けのツアーがあって、で、結構外国人ね、多くいたんですよね。特にフォースの時とかすごくて、まあ、そういう東京ドームのちょっと裏側に外国人専用のそういうツアーの受付カウンターみたいなところがあるんですよ。そこにですね、すごい、やっぱり、ヨーロッパ系が多かったですね。白人も結構いて、まあ、すごいなと思ってびっくりしたんですけども、まあもちろんアジア系の方もすごいいっぱいいたんですけどね。で、まあ今回もね、そういったオフィシャルツアーが、まあ、組まれるということで、で、このオフィシャルツアー自体はですね、見た感じなんか、そういう添乗員さんがいていろいろ案内するとかっていうわけではなく、完全にセルフサービスみたいな、形式ですね。まあ自分で、見て、自分でライブ見てっていう感じで、ホテルと、あくまでもホテルとチケットが、ついてると。宿泊と、あと、チケットを、が付属してるってだけで、航空券等はですね、もうこれ自分で買ってくださいね、みたいな感じらしいですね。まあ、やっぱり、どの国から来るかね、やっぱりわからないから、まあ、そういうマニアックな国から来る可能性もあるし、だ飛行機は自分で取ってよ、という感じらしいですね、これ見た感じ。あ、で、これ最初に、ちょっと言いますと、これですね、日本人は、取れません。はい、日本人はこのツアー申し込みができません。仮に海外に、住んでる。まあ、就労ビザとか取って住んでいる日本人でも、これ取れません。そもそも日本国籍保持者は、これも、申し込みができないようになってます。まあ、ちょっとそこら辺残念なんですけれども、まあ残念というかね、チケット付きでね、こういうプランがあったら、ねえ、で、しかも飛行機のチケットは自分で取っていいとかってなって日本人申し込みできちゃったらね、ちょっと、バランスがおかしくなっちゃいますから、いろいろと。で、これでですね、ちょっと面白い、パッケージを見つけまして、まあ、パッケージっていうかオプションツアーなんですけども、これですね、ちょっと一番下に書いたんですけども、notice about the, pilgrimage tour, ということで、まあ、これ、簡単に言うと、プリグメージっていう読むのかな、これ。まあ、どっちかっていうとこれ、宗教用語なんですけど、まあ、聖地巡礼って意味ですね。はい。聖地巡礼ツアーについてという風に書いてありまして、これオプションツアーで、外国人向けの、聖地巡礼ツアーですね。まあ、沼津と秋葉原を、見た感じこれ一泊二日という感じで巡りますということで、これはですね、もう一泊二日で、沼津と秋葉原ってはっきり書いてあるので、まあ、添乗員さんとかがついてね、多分いろいろと巡る感じになるんでしょう。で、しかもこれ秋葉原だけだったらまだしも、沼津も含まれてるので、多分そういった移動手段とかも用意されて、もう完全になんて言うんだろう、こう、グループツアーみたいな感じで巡る、形式のものだと思って。で、こういった試みって多分初めてで、フォースの時もフィスの時もね、この英語版サイト僕チェックしてたんですけど、こういったことは書いてなかったはずなので、だフェスになって初めてね、こういう沼津と秋葉原両方を聖地巡礼しましょうっていうツアーが、組まれたと思うんですよね。で、ここにも書いてありますけども、After the Package Ends, The Love Live Series 9周年アニュアル Pilgrimage Tour is Scheduled to Begin ということで、まあね、これ、フェスが終わった後に、聖地巡礼ツアーが行われますよ、みたいな。まあ、これね、オプションで、ありますよ、っていう風に説明が書いてありますね。Detail about the tour and how to apply will be analyzed ということで、簡単に言うとね、まあ、詳細はまだ出てませんよ、と。後ほど詳細をお伝えします、みたいな感じで書いてありまして。まあ、1月の20日から1月の21日まで、1泊2日、沼津と秋葉原を巡るということで、まあ、秋葉原はね、神田明神とかその辺をまあいろいろ巡る感じなんでしょうね。うん。で、沼津はね、やっぱりこの、東京の方から多分直接バスで向かうという感じなんでしょう。
で、内浦方面ですとか、沼津とか、そういったところを多分、こう、なんていうんだろう、観光バスみたいなので、こう、貸し切って巡るみたいな感じだから、これ外国人向けでやってるからね、なんかこれはこれで面白そうだなって感じしますよね。うん。で、しかもね、初めて今回、その、ラブライブのイベントでね、来日をしたとか、そういった方にとってはこのツアーね、すごいいいんじゃないかなって。で、逆に、外国人ライバーでもう何度もライブのたびに来てますよみたいな人は、もうなんだろう、秋葉原に関してももう、世界的に有名な観光地だから、もう自分で行けると思うし、まあ、沼津に関してもその何度も日本に来てる人はもう、なんか行き方とか多分分かってると思うから、わざわざこのツアーを組んでね、行こうっていう気にはならないんじゃないかなと。まあ、料金次第ですけどね。そう、もう何度もね、そういう来てる海外ライバーの方はもう、どうせ行き方分かってると思うから、まあまだ日本に来てそんな何回も来てませんよとか、ちょっと沼津までね、交通手段が複雑だから、分かりにくいよっていう、分かんないよって人とかは、まあこれね、組むのが、このね、オプションツアー組むのが、まあいいんじゃないかなって思います。ちょっとこれはね、ちょっと気になったのでね、どんな感じのツアーなのか気になりますね。内浦とか粟島とか沼津の市街地とかいろいろ巡るんですかね。どうなんだろう。まあ皆さんもね、このね、オプションツアーね、多分初めて知ったって方が結構多いと思うので、どんな風に思ったか、ちょっとぜひね、コメント欄で感想を書いてみてください。もしですね、この動画いいなと思いましたら、高評価、グッドボタンですね。あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではですね、またまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。バイバーイ。